らパパを起こします、はい、見ての通りここのベッドにも誰もいません、うん、来ています。どこにパパ、じゃあどこに寝てるかというと、はい、狭いんでね、ちょっとね、うん、心よ朝ですよだら7時半めっちゃ暗いからよく寝れたこれいいよこれあの、うん、大人はここクローゼットに寝れるんで、チームじゃあ海行こうか今日もじゃあね壊さないでねよいしょ、ほんとほんとじゃん。5の朝です。ちょっと今朝日が隠れちゃってるけど、マハギリリゾートのビーチに来てみました。ちょっと雲多いね今日ね。こっち晴れてるけど、ティノのお散歩がてら来ました。この通りをお散歩がてらモーニングしたいと思います。あっという間の5日間だった。まだまだなんか入れるっていうか行けてないとこいっぱいあって、また来たいと思います。サラダライスボールみたいなやつ、すごい美味しい。タヒニソース、タヒニドレッシングみたいなのがかかってて、これがナシゴレンで、これがサワードゥのブレックファーストです。いただきます。今日はこれ食べて、また最後シュノーケルしに行きます。しかもなんだっけ、一番綺麗だった。そうそう、マングローブポイントまた行ってきます。じゃあねー、最終日のシュノーケリングに行ってきます。マングローブポイントで、今日は貸し切りでデュゴンの船で行ってきます。近いもんね。
すごい。うん。あ、すごい。楽しいんだね。うん、マングローブももう一回行って、うん、
もうやり残したことはない？ない。じゃあパッキングしてサヌルに戻ろうか、うん、この海が恋しいけど。あそこバーなの？ね、黒いやつ。うん、すごい綺麗。帰りたいと思います。撮影しようと思ったんだけど、今干潮で、干潮だとねこんな感じなの。なのでまた次の機会にしましょうね。満潮干潮調べてきた方がいいですよ、皆さんも。はい、じゃあまたねの旅でした、今日最終日のね、今日は朝からマングローブポイントでシュノーケルして、もうなんか顔がもう痛いですもう何もしてない、すっぴんで、もう日焼け止めももう塗りたくなくて、結局すごい焼けちゃいました。まあでも楽しい、すごい天文館の旅でした。皆さんにねまた新しいスポットをご紹介できると思うので、またブログとかにも書いていきたいなと思います。では、あの長い時間お付き合いありがとうございました。では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。よろしくね。